おはようございます。おはようございます。あ、まささん2番手、ちるゆきさん2番だ2番です。1番にならないように。1番になる。でもね、あれですよ、多分ね、はい、あの前、はい、2週ぐらい前に先にゆりなさんが開いてくれたことあったじゃないですか、部屋をね。ありました。であの時に部屋を開いた人しか音源がなんかダウンロードできないみたいなね、話をしたと思うんですけど、ね、言ってました。はい、それはね、今ね、多分モデレーターやったらできるみたいですね。あ、そうなんですね。そういうふうに言われてたんやけど、今別にモデレーターでも、僕はあの部屋を開いてないモデレーターでもダウンロードねできるようになってたりできる。多分モデレーターになって下に、自分のプロフィールの下に番組がペンって出てたら、はい、多分ダウンロードできると思います。おー、なるほど。だからあんまり誰が部屋を開いたかっていうのはあんまり関係ないかもしれないですね。おー、うん、なるほど。あ、ゆりなさんも来ました。おはようございます。おはようございます。今もちらっと話してたんですけども、はい、あの部屋をね、誰が開くか問題あるじゃないですか。あの誰が開いても、音源はダウンロードできる感じですね。うんうんうん。あ、そうですか。みたいな。うん。じゃあ誰が部屋開いても、まあ、大丈夫は大丈夫。そんなあの責任重大なね、なんかこう感じる必要はないというね。ああ、わかりました。ドキドキするでしょ、なんか。でも一回開いちゃったんで、前私、ね、もう変なトラウマになってますね。軽くトラウマになっております。そうでしょ、大丈夫だということでね。はい。はい、では早速、はい、オープニングいきます。あ、はい。皆さん分かっておられますか。あの、はい、あ、ね、大丈夫ですね。はい。ではデザイナーズトーク。はい、始まります。この番組は毎週水曜日8時半からトータルブランディングデザイナーの多田健二とおじねこさんの生みの親のチェルユキ、グラフィックからウェブまでこなすマルチデザイナーのゆりの3人のデザイナーが、時にはデザインの仕事や考え方、時にはゆるく気になることなどを語り合うトーク番組です。後半、オーディエンスの方からの質疑応答タイムも受け付けますので、質問があればお気軽に挙手してください。おはようございます。最近は任天堂スイッチ有機 EL 版を購入し、散財しまくりの多田健二です。メルカリに出した iPhone8 が売れました。ゆりです。おー、素晴らしい。 iPhone8 売れましたか。はい。おー、すごい。何ぼで売れ、すごい早くに。何ぼで売れましたか。iPhone8 18,000円です。あ、すごい。じゃないですか。それぐらいで売れたらね、だいたい相場ぐらいでしょう、はい、だと思います。そのぐらいで売れるの、すごい、ね、ちょっと、はい、ちょっとなんかあの一瞬苦戦してるみたいな雰囲気はありましたけれども。あ、はい、なんかすっごい質問が届く割に全然売れないなっていう時期ね。あとあの僕からは強気コメントでいけって言われてるから、はい、値下げしませんとか言うから売れへんというね。そのコメント、どんなコメントが来るんです？うんうんうん、まあ、値下げしてくださいっていうコメントとか、うん、あとでも携帯に関しては、あの アクティベーションロックかかってませんかとか、あの使用制限かかってませんかとか、あ、はいはいはい、はい、で実際大容量何パーか教えてくださいとか。あ、そういうのまで、はいはいはい、あ、だからあれですよね、はい、そのバッテリーのあれとかは記載してなかったっていう感じですよね。
なんか最大容量とかあるっていうのも初めて質問を受けて初めて知って、初めて聞いた、はいはい、iPhone とかの場合はやっぱりその完全に中古って分かってるから、はい、まあ、ボディのね、綺麗とか傷あるとかっていうのは写真で分かるんですけど、はい、一番気になるのはバッテリーのなんかへたり具合っていうか、それがやっぱりこう気になるから、はい、そういうの調べて、バッテリー の容量 93% ですとかだったら、ああまあまあそんなにへたってないなみたいなね。それすぐ分かるもんなんですか？あ、調べて分かるようになってるんで、でそれをこう掲載しとくっていうね。ああなるほど。結構やらないといけないこと多いですよね。なんかこう中古として携帯を誰かに渡すときって、まあ、もちろん初期化とか、うん、あと他にもなんかね、ロック解除とか。ロック解除っていうのはどういうこと？よく私もこれから調べるんですけど、アクティベーションロックっていうのがかかってないかどうかを調べたりして、もしかかってたら解除しないといけない。多分あれですよね、iCloudっていうか iCloudID の、ね、はい、自分の持ち物っていうのは端末でやっぱり登録されてるから、はい、まあ、分かりやすく言うと Apple ID からその端末は外すっていうことですね。あ、みたいですね。多分その作業がいるようです。そうですそうです。だから初期化して、うん、その Apple ID から自分のその iPhone8 を外したら、まあ、大丈夫みたいな。はい、だそれをしないとゆりなさんの iPhone としてまだ認識してたりするからね。ね、だから他の人に渡して、他の人が違う SIM 入れても、その認識自体は私になってるんですもんね、まだ。そうそう、なるほど。だから iPhone 探すとか言ったら、もうその人の、その人の家のところでこう分かるみたいなことになるから、完全にそういうのをアップが、うん、ID からもうアカウントから削除するっていう、はい、わかりました。そういうこと。ああ、よかったですね。嬉しいね。ありがとうございます。あれですか、箱とかはちゃんと置いてたんですか？あ、箱取ってました。あ、さすがですね。やっぱ箱はあるなしではね、全然違うんでね。違うんですね。違うんですよね。そうですね。すごい。発想を新しく。これからやっていきます。ちょっと緊張しますよね。高額商品の時はちょっと緊張しますね。ねえ、なんかおすすめの梱包とかありますか、iPhone の箱に入れた後。いや、まあ iPhone 自体がそんなにちっちゃいから、あれでいけるんちゃうかな、はい、宅急便コンパクトとか、郵便局でいう、もう一個ちっちゃい中間ぐらいのやつあるよね、同じようなやつ。はい、あれでいけるし、僕それで送った記憶ありますね。はい、宅急便コンパクトって黄色い箱のやつですか？とか、郵便局の場合でも同じようなやつがあるんですよ。ゆうパックプラスやったかな、なんかそんな同じようなカテゴリーのやつがあるんで、なるほど。5センチとか7センチぐらいまでいけるやつね。おー、ちょっとじゃあ調べてやってみます。ありがとうございます。でそのままやと多分ごそごそやから、もう紙くしゃくしゃにとか新聞紙くしゃくしゃにしてこう入れとくみたいな、ね、間詰めるみたいな。さすが、そうですね。それってね、送るとき何か項目書かないといけないじゃないですか。それってもうちゃんと書いた方がいいもんなのか。そうですね、それは iPhone とか書いておきますね。おお、じゃあ送る人も、あ、これ iPhone なんやっていう、あ、ちゃんと扱わなあかなってなるから、あ、取られへんのかなって一緒に。取られはしないし、まあ、メルカリ便で送っとったら、まあ、そういう紛失した時とかも、まあ、保証が効くっていうか、メルカリが持ってくれるようになるから、あ、まあ、大丈夫ですね、そのあたりもね。なるほど、うん、すごい、売れた、嬉しいですね、高額商品ね。で僕も先ほど言いましたように、ね、多田さんも任天堂のスイッチの有機EL 版って分かりますか？分からないです。あ、分からないですか？ゆりさん分かりますか？いや、全くちょっとゲーム分からないんです。何ですかそれ？任天堂スイッチは分かりますよね。はい、つい最近ね、任天堂スイッチ有機EL 版っていうのが出たんですよ。有機EL、でまたね、そういうの多分お二方はゲーム詳しくないんではないかと思って、はい、一応またインスタにね、資料を用意してましたのでね、一応またね、プロフィールからちょっとインスタ行っていただきまして、はい、息子は持ってるんですけど、
あ、スイッチね、スイッチ版ね。はい。もうこれを見せたらもう星なるかもしれませんね。ああ、絶対星なりますね。ね、来ました。よりこさんっていう方来てくださってます。よりこさんのあのこんにちは、来てくださってありがとうございました。よかったあの多田さんのプロフィールからあのインスタグラムに行ってもらうと今からするお話が。わかるかと思います。フォローありがとうございます。僕の長ったらしいプロフィールはずーっと下に行ってもらったらインスタのリンクがあるんで、そこに飛んでもらって一番最新のやつですね。左上に、はい、Nintendo Switch 有機 EL という赤い箱が映ってると開封の儀、2週連続開封の儀ということですね。これね、あれなんですよ、今何を言おうとしたのか一瞬で忘れてしまいましたね。はい。一瞬で忘れてしまうっていう、これが年齢の恐ろしさですよね。きっと出てきます。行きましょうかね、次。今何か言おうとして、もう一瞬で忘れたので、次行きましょう。有機EL っていう、あのね、これもうパッと見、あの普通のなんかスイッチって、あのこのコントローラーがこう取り外しが、左右のコントローラーが取り外しになってるんですけど、そこがよくこう皆さんがイメージするのは青と赤じゃないですか。あ、そうです、そうです、いや、あります、うん、有機EL タイプっていうのはこれ白っていうね、新しい、白ですね、任天堂スイッチのこれ。そうなんです、うん、白という新しいタイプで、まあ箱のデザインも変わってるしね、縦から、あ、はい、横から縦になってっていうね、感じで、あ、これ昨日来たんですよ、うん、それを今言いたかったんですよ、昨日来たんですよというね。え、これネットで買われたやつが来たんですか。ネットでっていうか、これはメルカリで買ったんかな、僕。あのね、これ最近のね、あのゲーム本体事情ね、 PS5 とか最新のやつあるじゃないですか、はい、まあ Nintendo いうこのスイッチもそうなんですけど、はい、買いたくても買えないというシステムになってるんですよね。え、どういうことですか。なんか多分買う人がめちゃくちゃ多いから、あの抽選システムみたいなのになってるんですよ。だから買うの時に抽選の申し込みみたいな。じゃあもう限定なんですか、数が。いや、限定っていうか、僕そのシステムにね、なんかそのシステムにちょっと物申したいんですけどね。いや、テレビで宣伝してるわけですよ、この有機EL システムとかね。はいはいはい、はい、で宣伝するっていうことは買ってもらいたいから宣伝するわけじゃないですか、高い CM をね、はい、広告料を使って、はい、いや、なのに買う人はおるのに抽選ってどういうことだと、はい。いや、たくさん作れよって思うんですよね、なんか。これは、あれじゃないですか。それで、買わせたくなる戦略ね。僕もそうかなと思って、こんなん結局、あの、申し込みしたら、みんな買えるんちゃうのと思って、僕もあの、2週間ほど前に、申し込みしたんですよ。はい。落選しました。いや、落選すんねや思って、やっぱり、いや、ほんで周りの人もやっぱりね、聞くとやっぱなかなか買えないんすよっつって、でこれ定価が3万8000円ぐらいなんですよね。そんなにするの。うん、前のね、もともとのスイッチは3万5000円ぐらいなんですけど、これ3万8000円ちょっと高くなってるんですね、やっぱりその良くなってるから。はい、でメルカリとかではやっぱりね、5万ぐらいとかで売られてるんですよ、すごい、やっぱり高いんですね。そうなんですよ。ほんでそれ見てて、5万ってさすがに高いなと思って、高い、でその僕が抽選を申し込みしたのも多分もう何回目かなんで、多分当選した人も多いと思うんですよね。はいはいはい、で転売目的で もうおそらく買ってる人もめちゃくちゃ多分多いから、あのメルカリにね、流れてくるんですよ、大量に。なるほど、なるほど。ってなったらどうなるかというと、価格が微妙にやっぱりみんなこう商品多くなってくるから下がってくるんですね。4万8000円とか4万6000円とかで下がってきたなと思って、やっぱり僕落ちてるから、は
一回なんかこう手に入らへんってなったらなんか余計欲求がこうなんかこうね、購買意欲がめっちゃかきたてられるじゃないですか。そこでなんか今メルカリってメルカリショップっていうね、はい、メルカリの個人とショップって別のなんかカテゴリーがあるんですよね。最近出てきましたね。そうなの、そうなの。だからこう項目もちょっと違うとこ、ショップは違うとこ見に行かなあかんっていうね。個人の人とそういうお店の人が出してる、そうアカウントが別個になんか2つ分かれてるようになって、はい、で僕はそのメルカリショップの方でなんか4万3000円ぐらいで見つけたんで、まあ、これはもう別にね定価より5000円ぐらい高いだけなんで、こんなん別に高ないやということで、で申し込んだと、申し込んだっていうかこう買っ購入したっていうね、まあ、それぐらいね欲しいというね。5000円ぐらいはそんなんね別に高ないしっていう感じなんですよ。そのね、早く早く欲しいわけですからね、早く欲しい、もうその時間をお金で買うっていうパターンですね、それはね。でそれが昨日届いたということでね、次めくってもらうと、はい、開封というねこんな感じになってますよね。ドキドキ。これ下が本体なんですよね、はい、で上がこのジョイコンって言うんですけどね、コントローラーをジョイコンって言うんですよ、はい、でそれを、はい、次めくってもらうと、さらにそれを開けるとこういうね付属品とかいうね、うん、でこれはねこのショットはね押さえとかないとダメなんですよね。次、そう、次売るときにこういう風な感じで入っとったなっていう、これが重要なんですよね。売るときのためにもこれはもう開封の儀を自分でもうね置いとくっていう先。だからこのビニールとかも全部取っときます僕は。いや前のね、前のスイッチはもう売ることないやろと思ってるから、もうあのずっと使うだろうこれをと。って思ってもうほかしちゃってるんですよね前のやつはね。で当然ながらこれ買ったんで前のやつを、まあ、売ろうと思うんですけど、その前のスイッチも案外なかなか人気で2万5000円とかね、なんか箱なしでも2万5000円で売れてたりするから案外まだまだ人気ですねというね。だからさっきみたいに僕みたいにその有機EL タイプが落ちた人がもう安いもうスイッチでもいいやみたいなね、とりあえずスイッチがしたいんだという人がおるかもしれへんので、で僕が考えてるのはこれから、まあ、さらに年末に近づいていくじゃないですか、はい、さらにもう一回ぐんと価格がね上がると思うんですよ、まあ、その頃を見計らって前のやつも売るというね。さすが、なるほどね。はい、使うもうゲームされたんですかこれで。あ、もうしていますよ。もうあの設定とかもねしてるんですけど、はい、それをまあ後出てきますね。後出てきます、それがね。出てくるんです、ね、はい、はい、次めくってもらうとこのねこういう感じのね、うわーかっこいい、これまたねなんかね高級感漂う、これ白っつってもなんかね、あの真っ白っていうよりかちょっとなんていうんですかね、黄みがかった白ってあるじゃないですか、なんかオフホワイトとか言うのかな、なんでちょっとアイボリーがかかってるような真っ白じゃない、ちょっとこういい感じの白っていうね、はい、でこうあのなんかこの黒いあの画面もなんか光沢のあるやつに変わってつるっとしてねめっちゃかっこいいんですよね、なんか縁とかもね。はい、で次めくってもらうとさらにアップというね、アップ版を用意してこんなに綺麗ですよという、めっちゃ綺麗、こういうのがテンション上がるわけですね。そうであのテレビとかにもつけれるんで、これってテレビの大画面でできたりするんですよね。でそれで、あ、1個もら戻ってもらって、その白い中奥にある白い箱みたいなのあるじゃないですか、はいはい、これにガチャッとこうガチャッとはめて、でこのあの線をHDMI ケーブルつなげてやるんですけど、このガチャというアタッチメントが前は黒だったんですけど、これも白になってね、デザインがデザインというかカラーが刷新されているというね、ね、おしゃれ感じなんですよ。でどこが違うんだという、新しいやつとどこが違うんだというね。でペリピリとめくってもらって5枚目、あ、分かれ
そう、これね、あの本体のサイズっていうか画面のサイズは変わってないんですけど、最近ほらね、あの iPhone とか MacBook とかもそうですけど、要はこうフレームが縁が薄くなっているというね、で画面がでかくなってて 6. 点何インチから多分その7インチぐらいまででかくなってるんですよ。でちょっとこれなんかちょっとでかなっただけやなっていう感じなんですけど、これ使ってるとめちゃ大きく感じるんですよね。めっちゃ大きいし、またね、有機 EL って要はそのディスプレイが綺麗になった、なってる感じのタイプなんですよ。最近の iPhone とかも一緒で、iPad とかも、もう要は画面がその綺麗になってるタイプのやつで、めちゃ綺麗なんですね、これね。いいですね。でかくて綺麗というね、テンションが上がるという。これ前は茶色なんですか？ブラウン？あ、これはね、あのグレーですね。今ちょっとあの、うん、ちょっとこう黄色のライトが当たってるからちょっとそういう風に見える。なるほど。グレー、グレーなんですよね。グレー好みのね、僕なんで。グレー好きなんですか？グレー好きなんですよね。だからゆりなさんのあの iPhone もスペースグレーでしょ？なんか。あ、そうでした。グレーでした。グレー、このグレー好みなんでね。だから赤とか青とかああいうスイッチのやつは買わないというね。なるほど。なるほど。グレーですよというね、そこら辺のね、トータルブランディングでね。なるほど、うん、まあどうでもいいんですけどね、すいません。でこれね、新しいの来たら、まあその iPhone とかでも一緒ですけどね、データ移行っていうのをね、このスイッチもしないといけないんですよね。これもあるね。そりゃそうでしょ。だってそのほら、あのスイッチとかのカセットってめっちゃちっちゃいんですよね。もうなんか1センチ角ぐらいのちっちゃいやつなんですよ。でそいつにはあのセーブデータ入らないんで、あの本体にセーブデータがこう保存されていくというシステムなんですよね。でも、ユーザー登録とかはネットでするんで、僕はなんかこうネットつないだら勝手にデータもなんかネットに保存されてるんちゃうかと思ってたんですけど、そうではなくて端末に落とされてるんで、この端末から端末、新しい端末にデータ移行しないといけないというやり方があるんですよね。で次めくってもらうと6枚目このね、データ移行してる図というね。え、これどうやってやってるんですか？これは、いや、これはね、あの別にお互いをつなげてるとかじゃないんですけど、あのお互いのそれぞれの端末にあの電源をつながないといけないですね。 AC アダプターつながないといけないというあれで、でそんなあのここをね、そんなスペースがないんで、もうあるとこ探してコントローラーも2つ置いてみたいな。で古いのいじるときはグレーいじって、新しいのいじるときは白いのいじって、もうごっちゃになるんですよね。どっちがどっちか分かれへんみたいな。ってなりながら、まあデータ移行は簡単にできるんですけど、ただね、あつ森って流行ったじゃないですか。で僕もその流行ってた1年前はめっちゃあのハマりまくってて、もう島も大改造して、あの島のなんかあのレベルも一番上まで上げたんですけど、今はやってないんですよね。もうやってないんですよ。でやってないんですけど、あつ森って今もずっとアップデートし続けているんで、めっちゃ面白なってるらしいんですよね。そうなんですか。あつ森はお二方やったことないですか？一番最初のやつだけ。一番最初のやつっていうのはスイッチですか？じゃなくて Nintendo DS です。あ、DS の、あ、でも仕組みはまあまあ一緒やと思うんですね。はい。で僕はそのスイッチ版しかやったことないんで、他がちょっとどれぐらい違うかって分かんないんですけど、はい、まあ島作ってって、はい、アップデートしてって、なんかまあいろいろ家具とか自分の好きなように変えれるわけですよね。はい。で今はね、さらにアップデートしてなんか料理とか作れるようになってるんですよ。やばい。そのキッチンのなんかこういろいろ買って食材買ったり、で食材もなんかあの自分の畑で育てれるようになってるんですよ。なんかすごい。なんかもうね、ずっとね、たぬきちがお金貸そうとしてくる思い出がありますね。たぬきちって島を管理してるたぬきちっていうのが牛耳ってるやつ。すごい。でお金を借りて、もうだからね、あの、あつ森っていうのは、
本当にね、僕もその、はい、一番最初ね勧められたのはその僕がいつも言ってる美容師さんにね勧められたんですけど、はい、で僕もそのあつ森っていうのはまあ子供がね、うんうん、やるゲームかぐらいの感じで思ってたんですよ、はい、まあああいうねテイストやし、はい、って思ったら多田さんいやいや違うんですよと、あつ森っていうのはなんかもうこのもう世界がもう人間が生きてる世界が全てねこのゲームの中に一緒なんですよ、入ってるんですよって言って、はい、だからあの多田さんあのギャンブル好きじゃないですか、僕その時株やってたからね、はい、1年前は株の投資をちょっとこう手出してってやってたんで、うんはい、多田さん今株やってるじゃないですかと、うん、でこのあつ森にも株っていうのがあるんですよって言って、で入りが良かったんですよ、僕の方、え株あるんすかって言って、もう株っていうのがあの株って野菜の株あるじゃないですか、はい、あの株なんですけど、はい、あの株を売る商人がね毎週日曜日来るんですよ島に、でその株商人は日曜しか来ないんで、日曜だったらどっか島のどっかを売り歩いとるんですよね、でその株を買うんですよ、何株でもいいんですけど何株か買うと、ほんじゃその株は次の月曜日から土曜日までの間にレートが変わるんですね、株のレートが上がったり下がったりしよう、だからそれ多分欠けてると思うんですよね、その株に。面白い。だから子供チックのようにそのリアルな株じゃなくて本当の野菜の株に見立てて、だからで前あの月曜日やったらね前午前と午後とレートが変わるんですよ、ででもまあ仮にね月曜の午前にちょっと上がってるとするじゃないですか、 110% 上がってるとするじゃないですか、でもねこれね 400% とか 600% とか上がったりするんですよ、その範囲が、すごい、だからいつ打っていいかっていうタイミングってめっちゃ難しいじゃないですか、はい、だからこうひょっとしたら 110% で売れたけど次の日 200% とかなってるかもしれへんので、はいはい、でそれを仮にそのあじゃあ持っとこうと、ひょっとしたら高くなるから持っとこうっていう場合も、うん、あのずっとそっから下がり続けるっていうパターンがあるんですよ、だから100円で買ったものが80円になったりすることもあるんで、ほんじゃ高くなるまで持っといたらいいやないかってなるじゃないですか、でもねその株はまたよううまいことシステムができててね、あの1週間経ったら腐るっていう風なシステム、だから絶対売り切らないとダメなんです、売らないと全部ゼロになってしまうんで、いくら安くても土曜日の午後に、ね、来たらもう絶対売らないと、もったいない、そう、そのもうドキドキ感がもう毎日たまらんわけですね、そのね。いや、すごい。これは子供もあれですね、ちゃんとこのゲームでいろんなことを教わりますね。そう、まあ別に他にもその家具買ったりとか、まあ大体はその家の、なんていうの、インテリアとか、自分の好きなインテリアとかを揃えて、そういうのが、まあ服買ったりとかね。だからその、それは普通のほら、普段の生活も同じじゃないですか。でも普段の生活やとそのインテリア好きにしたりとか欲しい服をバンバン買えないわけじゃないです か、うん、かだかそれはあつ森の中で仮想現実をやるっていう感じですよね。いやそうなんですね、本当になんかこう自分の、ね、日常とまた同じ別のね、あのゲーム上で1個の生活があるみたいな、だからそれがめちゃ流行ったね、うまい具合にできてるなという仕組みっていうか、でまたそのコロナと重なったんでみんな家でそういうことをするっていうね、でこれねあの友達とかなってつながったらねその友達の島に行けるんですよね、はい、で僕の場合は子供たちが先にあつ森やってたんで、はい、息子と娘がやってたから、まあ、さっきどっちかやったらちょっとパイセンですよね、なんかさっきやってるし ね島の改造もええ感じにしてるから、えこれってどうやってやんのとかね、え、はい、この青いバラってどうやって作んのとかね、いろいろこう、はい、でなんかあの島のなんかね種をなかなか手に入らへんやつを持ってきてくれたりとかね、行き来できるんですよ、すご
でやっぱり途中でやっぱり僕はそのやっぱりこういろんなこと凝っていくから島のそのなんていうの改造っていうかいろいろできるんですけどね、島の中にライブハウス、あ、ライブ会場を作ったりとかね、楽しい。でドラムとかギターとかそう本当にこうアンプとか置けるようになってるんですよ。で客席作ったりとかでそういう風にもう改造しまくってるから多分途中で越したんでしょうね、あのすごいことになってるなみたいな感じで来た時いろんなとこ見回ってましたもん息子が、楽しい、それは楽しい。そうだから例えばゆりなさんが仮にそのねケリーさんとかやってたってなって島のレベルも例えばもうあの5段階あって島の星5ですよってなったらあの、はい、いやどんな島なんか行きたいと思ったらこうピーンって飛行機乗って行けるんですよね、てるゆきさんとかゆりなさんのところに、あ、こんな島なってんのねみたいな感じで、そうなんですよ。だからスイッチになってまあ容量もねあるから、まあそういう感じで1年前ぐらいまでやってたんですけどもうやってないんですよね僕もね。あ、でも今のプレゼンでやりたくなります。そうでしょ。いや今ほんまにね、あつ森のソフトも簡単にメルカリでね買えますしね、うん、僕はもうちょっと売っちゃったんですけども、はい、売っちゃったんですけど、あの今までそのやってたセーブデータあるじゃないですか、はい、うん、ね、あの島改造したね、はい、で僕そのアプリっていうかそのカードも売ってしまったんでそのカセット、はい、だからそのセーブデータがあ、しまった、あれだけ作ったやつセーブしといたらよかったなと思って、うん、って思ったんですけど息子が持ってるからあ、ごめんちょっとカセット貸して言うて、うん、だからセーブデータとかもそのカセットをささんとセーブとかできないですよね移行の、だから唯一息子が持ってたんで貸してもらってでそのデータ移行したんで、まあ僕もあのまたやりたくなったらまあその息子のカセット借りるかなんかして、うん、まあいつでもできるような状態にはねしてるというね、うん、あ、いいじゃないですか。そう、え、子供たちは皆さんはやってるんですか息子さん。いやもうみんなやってないですね。あ、じゃあいつでもやりたい時にやりたい時にできるし、まあただねそのアップデートのねなんかあれが料理ってなった時点であもうこれいらんなみたいな、あ、興味ないです。料理はもう全然興味がないからこれはもう興味ないやみたいな感じでまたやる機会を失ったというね、だからもしかゆりなさんとか、まあ、チェリユキさんが、はい、やり始めてもう島星5まで行きましたとか言われたらその見に行きたなるじゃないですかそのねそのえどんな島になってんのとかね、はい、部屋とか入れるんでねそのあこういうインテリアのあそこねみたいなそのセンスとかも出るから面白いですよ人の島見に行くの。出ますねあれ、めっちゃ出ます。そうだからこう行き来ができるようになってるんで、まあそういう風になったらやるかもしれへんなっていうね、はい、だからその時のために一応あのデータはもう移行準備できたんで、なるほど、そう気になる。そうほんであつ森の場合だけちょっとねデータ移行のやり方がちょっと他と違うんでちょっとややこしいんですよ、うん、だからまあちょっと要注意っていうかねあのネット見ながらちょっとやらないと難しいですよっていうね、うん、最近ねそういうあつ森もそうですけどなんかかぶり物をかぶってみんなで喋るっていうのがすごい流行ってるって。あ、そうなんや。そうなんですか。それはあんまり聞いたことないそれでコミュニケーションを結構取ってる方が多いって言ってて、その年齢とかも隠せれるし、あ、そういうことね。そうなんですよ、全部隠せれる。だからその職業とかゲームとかアイコンみたいなんで知り合うののちょっと現実版になってるっていう感じですよねそうなんです。で別にリアルに会うんじゃなくて、うん、そのゲーム上の中でみんなで会話したりだとか。あ、はいはいはい、確かにね。でなんか友達はその学校娘さんは行ってないんですけど、うん、あのそこでコミュニケーションを取っててすごい楽しいっていう。あ、はいはい、そうですね。結局のところコミュニケーションですからねやっぱりね、言うてもね、うん、隠すと全部自分を出せるっていうか堂々と。そうですね、そうですね。本当に気の合う人たちが仲間ができるって言ってました、うん、だからね実際会うオフ会の時も被り物して会いに行ったんですよね、うん、ねえ
みんな被り物してるやつがね、団体がいててね、異様な空気になってるっていうかね。それでね、なんかこう本当に会う人が出てきたらそれでいいですよね。なんかいいと思います。被り物脱いで会うのもいいですし、ね、本当にね、みんな汗だくになってね、もう髪ぐしゃぐしゃになってね。そうそうそう、いいと思いますよね。ねえ、いや、なんか通じるのが先っていうのはいいなと思って。そう、コミュニケーションの仕方がまあいろいろ時代とともにね、まあ、こういうあつ森とかもそうですけれどもね、めっちゃ変わってますね。ね、そういう感じで、もし、お二方やられるのであれば、はい、ね、あ、僕のあつ森っていうか、僕のあつ森じゃん、僕の任天堂スイッチを買ってもらってもいいですよ。ここでバイバイ。あ、このカットソイタって言って。いや、あの古いやつね、古いやつね、古いやつね。これからメルカリに出品しようとしてるやつね。古いって言っても別に何にもその機能的にはね問題ないんですよね。そう、新しいの買ったから、もうその古いのをもうメルカリに出すっていうだけ、こう流すだけでね。でね、普通に使えますし。いや、気になるな。でももうそれハマったらずっとやってまいそうですね。これね、だからね、そうなんですよ。これね、僕もその僕ね、基本競馬のゲームしかしないんで、一つしかしてないんですけどね、うん、今ずっとね、はいはい、あのジョッキータイプの乗るやつしかしてないんですけど、最近ダビスタって聞いたことあるかもしれないんですけど、馬を育てる、もう昔からのその有名なゲームがあるんですよ。はい。で、それのスイッチ版が、まあ、去年とか1年ぐらい前に出てるんですけど、はい、それをねメルカリで1800円ぐらいで買ったんで、安くでね、うんうんうん、でせっかくこう有機 EL のやつも買ったし、こうもうその今そのダビスタっていうゲームをやってるんですけど、うん、もう当然ながら仕事する時間にこう詰め込まなじゃん、ダメじゃないですか、うん、ね、で今あの要はもう朝6時から起きて、前まではクラハ聞いてたんですけど、うん、クラハをせずにゲームをやってると。あら、朝6時から起きてもこれもうゲームやって、いろんな楽しみで昼やったりとか、そう、空き時間を見つけてやってるというね。で8枚目、9枚目をちょっとめくってもらうと、もうこういう感じになっているというね。あ、本当や。これね、ちょっと、なんだろう、気になるのがね、うん、たださん、カキピー食べながらやってる。どこで、どこで。やっぱり分かりました。